Okayama Weekly News. Weekly News. Thank you for listening. Okayama Voice Broadcasting.岡山ボイスブロードキャスティングが岡山県の最近のニュースや気になるトピックをランキング形式でお届けする番組、岡山ウィークリーニュース。パーソナリティのプラグマガジン編集長山本と原田紗友香です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、また例によってちょっと間が空いてしまいましたけどね。失礼しました。これは根気強く神回を迎えるまで続けていくそうですね、はい、ウィークリーニュースの番組、神回をね、神回を目指してやっていきたいなと思うんですけど、はいはいはい、最近すごいもう怒りがもう日々怒りの炎にこうガソリンをね掘り込んでくださる方が周りに大変多くてですね。あ、またいらっしゃいましたか。はい、はい、すごく言い方に語弊があったらちょっと困るんですけど、はいはい、まあ、一応端くれですけど、まあ、メディア運営してるわけじゃないですか、はいはい、なんでね、取り上げてくださいとか、うんうん、こういうネタ取材してくださいみたいな、うん、ものいただくのはすごく光栄だしありがたいんですけど、はい、そのですね、作法を知らない方が最近大変多いなっていうのをちょっとすごく思ってて、はいはい、これも自分が逆の立場でもやらないなって思うんですよ、うん、はいはい、みたいなことが結構ありまして、うん、まあ一つはね、とある方が、はい、ものすごい、はい、熱い人がいて、プラグに出るのが夢だって言ってるんですって言って、うんうんうん、連絡をくれて、うんうん、あ、それは光栄ですね、はい、どんなことされてる方なんですかって聞いたら、うん、いや、なんかこうこうこうでって、こんなことを目指してて、うん、今後こうしていきたいって言ってるんですよって、うんうん、トーンは熱いんですけど、うん、よくよく聞くと今何もされてないんですよまだ何もされてないんですよ。気持ちは分かるし、はい、ありがたいんですけど、はい、まだ何もされてないことをどのように僕らは、うん、取材をしてお届けすればいいのかものすごい難しいわけですね。そうですね。で、その言ってきてくださってる方も、うんうん、悪意はないとは思うんですけど、いや、逆に あなただったらその球を受けて、うんうん、どう返すねんって思うわけですよね。なるほどね、はいはい。まあ、あと昨今ですね、はい、クラウドファウンディング、ね、あ、ね、される方もチャレンジされる方も大変多いんで、はいはい、もうね、本当ありがたいんですよ。ありがたいんですけど、すごい前置きするな。本当にありがたいんですけど、はいはい、そのクラファンにね、メッセージを寄せてほしいと、はい、うんうん、僕その方あんま関わりがないんですよ、はい、正直、はい、全然と言っていいほど関わりがないんですよ。SNS のかなりもう端と端ぐらいで、はい、なんかたまに、あ、動いたみたいな、なんか影の揺れ動きが分かるぐらいの感じでその人のことなんか僕全然分かってないですよ、うんうん、でも連絡をくれて、まあ、一応ね、はい、端ぐらいですけどメディアやってるからでしょうね、はい、いただいたんですけど、はい、いや、私そんな立場にもね、メッセージを送るようなあれにもありませんし、うんうん、ただただね、素晴らしい挑戦だと思うんでクラウドファウンディングの成功をご記念申し上げますっていうので送ったんですよ、はい、そしたらこの投稿を、はい、シェア拡散だけご協力よろしくお願いしますっていうトーンで来たんですよ。いやと待ちなさいとね、やる逆の立場でこれ、うん、なんかそんなに考えないかもしれないですね。いや、なんか自分が取材依頼とかするときって、うん、はいはい、ものすごく考えるんですよ。これが相手にとって迷惑なのか、はいはい、喜ばれることなのかもそうだし、うん、どのくらい相手の時間を取るかとか、うん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 、なんかその相手のメリットデメリット損得も踏まえた上でお願いするわけだから、うんうんうん、なんかその手順とか作法とか文面一つとっても、うんうん、まあ、僕も 100% できてるとは言いませんけどものすごく気遣うわけなんですよ、うんうんうん、こういうことって、うんうん、をなんかさも、うん、俺いいことやってるから君もシェアよろしくみたいなノリで来られたら、いやいやいや待ちなさいと、うん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 、礼を書いてますとあなたは、うん、そう言われたらちょっとわかる気がしますね。なんで一回その人のそれも電話じゃないですよ、うん、DM でポンとそういうのが送られてくるわけですよ、はい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 、なんで一回その、ね、もう怒りを全部文章でプワーッと打ってもう二度と連絡してくるなくらいの勢いで打って心を落ち着けて全削除してできる限りの感じでさせてもらいます、ご成功ご記念申し上げます、さよならっていう
ので送り返したんですよ。ね、はい、グッとこらえたわけですね。グッとこらえて、うん、あのね、間違って送信してしまう可能性もあるじゃないですか。そのギリギリのところでこう踏みとどまった踏みとどまりながらなんかそのスリルでちょっとずつ怒りをこう減らしていくみたいな。なるほど、分散させて削っていく感じなんです。かき氷機に氷をもう怒りの氷をポンと入れてでもひょっとしたらこのまま打ってるうちになんかひょっとしたらこのまま誤送信してしまうかもしれないっていうので打つ中でちょっとずつこう怒りを ね、こうあの最小化していくっていう、うん、削っていくっていう、うん、そういう努力をねことをやってるんで、はい、ね、あのそういうことをやってるんですね、はい、なので僕もあの反面教師というか僕もそういうことはやっぱね、はい、あの心がけないといけないなと思いますし、まああのね、心の中ではね、はい、あのその人の挑戦はもうあの失敗すればいいなって思ってますから、ね、僕は思ってるんですね言っちゃったよ言っちゃっていいんですか腹が立ちますもんだってまあだからあれですよね、要するに山本くんが言ってるのってあの礼を書くなということですかね。いや相手の立場になってちゃんと考えたっていうことですか。いやそうなんですよ、うん、でそれはその言葉遣いが良かろうが悪かろうがじゃなくって、うんうんうん、にじむもんだから、まあ、そうですね。それはなんかねやっぱ自分もでも本当ね、うん、いやそんなこと言おるけどお前もこんなんやでって言われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうんうん、最近ね本当にですよなんかそういうのが、うんうんうん、ね、もうなるべく一人でいたいですよね。だから出てた出たこれね1年に1回あるんですよ皆さん。この山本の会になりたい期間開会期っていうのがあるんで、山本の会になりたい会になりたい期間会になりたいシーズンがねちょっと始まってるのかもしれないですね。はい、はい、ということで今週もでは行きましょう。はい、岡山ボイスブロードキャスティング。それでは岡山ウィークリーニュース、先週1週間のニュースや気になるトピックを勝手にランキング形式でご紹介していきたいと思います。第5位、竹久明成氏が大差で4選、瀬戸内市市長選挙。今月6日、瀬戸内市の市長選挙が行われ、現職の竹久明成氏が当選しました。瀬戸内市の市長選は過去3回無投票だったため、2008年以来の選挙となりました。国宝三丁網の購入や大規模太陽光発電所、企業の誘致など実績を持つ竹久氏は、自民、立憲民主、公明の3党から推薦を受けていました。当選を受け竹久氏は人口減少対策への取り組みが重要、郊外も含めた均衡のある発展を目指し、子育て支援や国宝三丁網を活用した観光施策にこれまで以上に尽力していきたい、そして新型コロナ対策を着実に進めていくなど一生懸命に頑張っていきたいと述べました。市長選の投票率は 57.93%、 前回の2008年より 1.52 ポイント下回り過去最低だったということです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。竹久市長はあの私たちの本業のプラグマガジンの方でもね、はい、あの毎号ご出演をいただいてますけど、そうですね、何度もご出演いただいて、なんか過去最低って言いながら高いですね、 やっぱ 57.93% って。私結構このニュースで一番びっくりしたのがその投票率で、ね、市長選で6割ってなかなかですよね。瀬戸内市すごいなと思って。すごいですね。はい、まあ、あとねあの国宝のあの日本刀、うん、三丁も僕はいつまでたっても三丁家としか読めないですよね。なんかこれまだ入ってない、まだ入ってないですね、入ってない まだなんかインストールきちっとされてないですね。三丁も結構ね、でもいろんな企業さんも訪問させていただく機会が多いんですけど、この三丁も支援、まあ、したよっていう声をよく聞いたりとか、はい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 、割とこの瀬戸内市にゆかりのない企業さんもこの心意気を買って応援するよみたいな方が結構いらっしゃるなって。うーん、うん、でも竹久市長は本当にこう、私瀬戸内市の市民じゃないですけど、ちょっとこう目立ちますよね、やられてることが。やられてることってどういうこと？だから三丁目もそうだし。え、それ言う？いやダメよそんなこと言ったら。言ってないよね。いやすごい素敵な方よ。やられてることって言ったよね、うんうん、いや超ジェントルマンですよ、うん、竹久さんは。竹久さんね、ちょっと私好きなんですけど、うん、すちょっとこうユーモアのある感じが。ユーモアっていうか何でしょうね、なんだろう、なんか英国紳士的な感じよな、なんか喋りよったらなんか、ははははえ確かなんかそっちの方の大学行かれてなかったっけ。確かそうです、そうです、確かイギリスに留学かなんかされてたような気がするけど、うんうんうん、そうですね、すごくダンディーなね、まあ、感じの。4000ってすごいですよね。4000獅子、ね、だから16年近くってことだよな。16年市長でおるってすごいな、ね、もう永久欠番的な感じなのかな。殿堂入り殿堂入りとかあるか
4000ってすごい。4000はなかなかいらっしゃらないですよね。投票率6割もすごいな、うん、いや瀬戸内市素敵です ね、いいですよ ね、はい、あのねますますちょっとね、はい、瀬戸内市のご発展をお祈りする、はい、竹崎市をねまたあの頑張っていただけたらなと思います、はい、さあいきましょう。第4位、中国地域ニュービジネス大賞、アイダエンジニアリングが受賞。中国地域ニュービジネス大賞とは、中国地域に本社がある企業で商品サービスまたはその提供方法に著しく新規性を有する事業を展開し、新しい市場の創造拡大など将来にわたり発展が期待される企業を表彰する制度です。第29回目の大賞に選ばれたのは、岡山県美作市に本社を置くアイダエンジニアリング。ブレーキとアクセルの踏み間違いによる急発進を防ぐために、アクセルを強く踏み込むとブレーキが緩やかに作動する装置を開発しました。アイアクセルというこの装置は後付け式で、もともとついていたアクセルと交換して取り付けることが可能となっています。サポーカー補助金の対象商品にもなっており、今後販路を拡大していく予定です。はい、失礼しました。はい、甘がみですね。はい、そうですね、サカポーと言いましたね。サカポーとね、はい、これでもすごいことなんですよね、技術的には。おそらくなんかあの競合で、あの他のメーカーさんもこういうあの、ま急発進防ぐためのアクセル作ってたりするらしいんですけど、なんかこう実践で乗った方がいらっしゃるらしいんですよね、まあ、人のブログをちょっと読んだんですけど、すごいこう本当にめちゃくちゃ緩やかにちゃんと止まってくれるみたいな。でもそれ飛ばしたい時はどうするの？いや、飛ばしたい時もあるかもしれないんですけど、アクセル踏む時に、飛ばしたい時にそんなベタ踏みでアクセル踏むことないじゃないですか。あなたいつもベタ踏みじゃん。いやいや、ちょっと待って、もうそういういらん話絡めなくてよくないですか。いや、さやかちゃんだってハンドル握ったらマジで人格変わるわ。興奮しだす。ジキルとハイドか言うぐらいな。まあよく言われましたよね、昔は。お前もうハンドル握って営業してこいって言われましたよね。肌がピッコログレー緑色になってな、ハルクみたいな感じで車乗った瞬間。もう化け物になってるじゃないですか。下打ちはするわ、もう目に映るものをディスるよ。このあ性格変わるってこういう人のことを言うんだなっていうぐらい。いや、だいぶ安全運転になりましたよ。いや、でもそれはいいんですけどね。これだから勝手にってことでしょ。そうだから、まあ、あの要するに年配の方は結構ね、アクセルとブレーク踏み間違えて事故になるってよく聞きますもんね。確かに年配の方がたまに暴走で事故してるのって、あれ要するにそのアクセルをちょっと踏んで発進したとかっていうレベルじゃない、もうブーンって踏みまくって、多分ブレーキだと思って踏みまくってる感じじゃないですか、うん、それを防いでくれるんですよこれ。あ、なるほどな。そうだから不自然なベタ踏みの時に反応するブレーキみたいな。なんでちょっと笑ってるんですか今。なんかもう手にした方がいいんじゃないかなと思ってどういうこと？足で踏むんじゃのうって。足で踏むんじゃなくって、ハンドルの真ん中に右がアクセルって青色になってて、うんうん、左がブレーキってなってて。あ、なるほどね。もう手で押しだって足で間違えるんだろこうやってだろ。で、メシ会にアクセルって書いてあるの、はい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 、わーってなって、うん、もう押さないでしょ。いやでもね、分かんないですよそりゃ。それはもう分かんないですよ。まあでもこれ安全なんでしょうね。安全だと思いますよ。これ私すごいいいなと思って、このもの。いやでもね、これを、うん、その高齢者の方はいいかもしれないですけど、はい、僕はこの手のことでちょっと実感があるのが、うんうんうん、あのうちの両親があの高齢者用のスマートフォンっていうのを使ってるんですけど、うんうんうん、恐ろしい仕組みになってて、はい、あのね、強く押さないと文字が押せないんですよ。わかります、それうちの親も使ってます。そうだから、あを押そうと思ったら、うん、2回押さないとあってならないですよ。なんかその何だから誤作動的なものを防ぐみたいな意味合いで。そういうことなんか、あれ。そうだから、1回なんか何かをなんか僕が代わりにし、はい、なんかアプリインストールしてあげるわみたいな、はい、やってあげるわって言ってその携帯を使った時にもう使いにくすぎてから、はい、死ぬほどイライラするでしょ。死ぬほどイライラするんですよ。わかる。そうだから、このアクセルブレーキも若者が高速で、はい、飛ばそうと思った瞬間、うん、減速していきなしたら、うんうん、頭がおかしくなりますよね。逆に危ないみたいな。いやでもこれうちの母親にいるな、このブレーキは。まあ、まあ そんなねそんな変なシステムじゃなく、ちゃんとなんかね、高齢者の人でここまで行ったらとか、うんうんうん、このシーンでアクセル踏んだらみたいなことなんでしょうね、うんうんうん、多分ね。そう、とにかくベタ踏みに反応してくれるっていう不自然なアクセルに、うん、なるほどな。賢いなと思いましたね。賢いな。もう人間いらんくなりますね、もういい加減。本当にね、本当に自動運転いつなるんだろう。早くならんかな。いやもうできてますよ多分。
え、あれなんでまだ、まあでも法律の問題とかやっぱ難しいんですかね、うん、いやもう多分あのあれよ、中国のあの北京の地下にはあのエヴァのネルフの本部みたいな地下のなんかもう施設が広がって、多分そこでは全部電動化しとると思った。いやもうね、そういうこと言い出すだろうなって今5秒前ぐらいに思ったんですよね。いやいや中国とロシアの地下は多分もうそんな感じになってると思った。始まった、うん、次のニュースいきましょうか。はい、行きましょう。はい、第3位、夜影放送が iPhone アプリ開発、地元ゆかりの妖怪が出現。夜影放送株式会社が iPhone 用親子で遊べる AR 観光アプリを開発しました。その名も妖怪旅夜影。出現するのは岡山県小田郡で昔から言い伝えのある犬の姿をした妖怪スネコスリ。この妖怪は雨の降る夕暮れ、ガイドを行き来する旅人の足にまとわりつき、スネをすり足を止めさせる妖怪だそうです。アプリの使い方は、夜影町の妖怪が出るという噂の場所に行き、立ち止まって周囲の安全を確認してアプリをスタートさせ、お店に掲示してある QR コードをスキャン、雷の音が鳴ったら画面にタッチ、スネコスリが出てきます。もう一度タッチするとちょっとすいません、続けてもう一度タッチをするとスネコスリを始めます。さらにもう一度タッチをすると吠えて威嚇。そこでもう一度タッチをするとおとなしくなるので、横に並んで中央下のシャッターボタンにタッチして写真を撮りましょうというものです。将来的には他の妖怪も開発したいと考えているそうです。絶対やります僕これ山本くん好きかなと思ったんですよ。めっちゃおもろいが、まずすねこすりがやばいな。すねこすりね、いや私犬の姿をした妖怪すねこすり。この妖怪は雨の降る夕暮れ、うん、楓を行き来する旅人の足にまとわりつき、すねをすり足を止めさせる妖怪だそうです。そうそう、ただの愛らしい犬じゃんしかしそれ以上の悪さはしないっていう。いやだからただの犬やん妖怪じゃなくて犬じゃんこれ犬じゃんこれ何なの、犬じゃん。いやこれね、めっちゃ可愛くないですか。スネコスリっていう犬じゃんこれ。いや私これ見たんですけど、あの画像もすごい可愛い犬なん、うん、いやだからただの犬だろ、犬な、青色の犬なんこれ。いやただの犬なのに、なぜか知らんけど、うん、妖怪扱いされとるが何なんだ、そんなに人の機嫌を損ねるぐらいスネにこすりつけてくる犬なんかな。足を止めさせるからな。足を止めさせるから、うん、可愛さとかよりも、うん、もう鬱陶しさが混ざりすぎて、これは犬じゃない、妖怪だっていう位置づけになったってことスネこすりやばいな、ネーミングがやばいわ。これね、その夜影ゆかりの妖怪みたいで、でまあ、この今はこのすねこすりだけが出現するらしいんですけど、まあ、いろんな妖怪の種類増やしていきたいっていう風に、うん、いやちょっとこれ調べましょう。夜影にだけなんか謎の妖怪がいるってことでしょ。だからこの今のところすねこすりはだから夜影だけの妖怪ってことでしょ。そう、夜影限定です。でも事実を言うと多分夜影にいたただの野良犬なんでしょうけど、由来というか事実はどうかって言われたらただ夜影にいた犬の話ですよね。わからんよ。そんな常にクーンクーンってこすりつけてくる犬をこれは妖怪じゃって言って妖怪認定されたかわいそうな犬の名前がすねこすりっていうことでしょいやでもすねこすりはちゃんとやることが名前になっとるからね。すねをこすってくるからすねこすりでしょこれね。いやだから完全にいや何度も言うけどただの犬じゃん。すねにじゃれてくるかわいい犬を妖怪認定してしまった夜影町独自の妖怪ってことでしょ。まあ、そういうことですね。かわいそうな犬の話をね、うん、いや、まあ、それわからんから。いやフランダースの犬的な話と一緒だろこれだけいやそこまで重くないからいやいやいや、そのかわいそうな犬ということでは一緒のことだよこの犬は決めつけるな、わからんから。それはめっちゃおもろいわ。そう、ちょっと興味あるでしょ。これはやります。だからこう AR 観光アプリ、映える写真を撮ってねっていう。いや映えるとかどうでもいいわ、名前が気になるわ他に何こすりがおるんだろう何こすりがおると思う。すねこすりの他に、すねこすりの他に耳こすりとか。耳こすり、どんな動物だろう。出入り耳にまとわりついてくるわみたいな。多分猫とか虫でしょうね。あ、虫か、うん、それ虫でしょうね。何をこするんだろうな他にちょっと夜影町、ね、気になりますね、これね。皆さんもぜひちょっとアプリをね、はい、ダウンロードしてやってみましょう。夜影放送さんね、すごいこんなんされてるんだなと思って。はい、はい、第2位、おかでんチャギントン撮影用に時間貸しスタート。岡山電気軌道は撮影を目的とする時間貸しをスタートしました。対象となるのはおかでんチャギントン電車。
岡田チャギントンミュージアムで、期間は6月20日まで。岡山県の緊急事態宣言延長を受けて運休となっているチャギントン電車を活用してもらう目的で始まったこのサービス。 YouTuber と Instagramer が撮影する場合に限り、チャギントン電車とミュージアムそれぞれ料金は1時間3300円。岡田チャギントンサイトにて申し込みを受け付けているそうです。安いっす ね、びっくりした。私もこれ安くないですか。まあ、プロモーションにもなればいいかなっていうので、 YouTuber と Instagramer って多分ね、はい、くくりというか縛りを設けてるんでしょうけど、はい、それにしても安いっすね。すごい良心的な値段ですよね。でも YouTuber がチャギントンの中で何するんでしょうね。ちょっとわからないですけどね。至極真っ当なレビューをする人たちばっかりじゃないわけじゃないですか、うん、あ、なるほど、ね、チャギントン電車で行けないことをする人たち、うん、いますかね。賭博を始めたり悪いぞ、おい、そのアイデア悪いぞチャギントンの中で賭博してみたっていう YouTube チャンネル花札をしてみたってこれってもちろんやっぱちゃんと ついてるんですかね、見守りいやそれは監視のもとでしょう。やっぱいらっしゃいますよね。どうだろう、でも多分ね、使う方としても単純にチャギントン面白いですっていうのは多分もう何回か多分やられてるんでしょうから、なんかもうちょっと尖った企画が、うん、あったらね、いいですけど。なんかありましたよね、国会議事堂の前かなんかで麻雀だったかな、なんかありませんでした。そういうのやった人が、過激な YouTuber がいるでしょう、はい、渋谷の交差点にマットレス持って行って寝転んでみたりとか、はいはい、岡田チャギントンで何やったら面白いでしょうね、うん、まあでも賭博結構面白そうでしたけどね。岡田チャギントンの中にタブレットを持ち込んで、うん、みんなでトーマスの上映会をするとか。とんがってるな。とんがってる。とんがってる。とんがってる。チャギントンに乗って全力で森本レオのナレーションで実況していくとか。あ、でもそれこそ山本の大好きなね、R 藤本さん。ああ、そう ね。ドラゴンボールのコスプレでチャギントンに乗ってみたとか。で、実況をドラゴンボールのモノマネで全部してもらうとかね。いやでも一番面白いのはやっぱチャギントンの中で見るトーマスが一番面白いかもしれない。ほんとひねくれてますよね。チャギントンの中でようそんな思いつくわ、ほんま。もうチャギントンでトーマスを見るお話っていう感じのあれでいかないとダメ。レオが来た。レオでやらないと。はい、りょうびさん大変失礼しました、はい、岡山電気機動さん大変失礼しましたね、はい、皆さんぜひね活用してもらえたらなと思います。第1位、総社市長が表明、小中学生に集団接種。厚生労働省がアメリカファイザー社製ワクチンについて接種対象年齢を16歳以上から12歳以上に引き下げたことを受け、総社市の片岡市長は市内の小中学生に新型コロナワクチンの集団接種を実施する意向を表明しました。早ければ7月にも市内の小中学生約2700人を対し学校単位で実施していくという方針。この会見が行われたのが3日でですね、すいません、ちょっとこれ後日談がありまして、その後まあこの会見を受けて市内に子どものワクチン集団接種に対して抗議のメール、電話、まあ、たくさんの方からあったということで、こちらの市がですね、7月に実施する予定だった小中学生のワクチン集団接種を、まあ、とりあえず一旦中止したっていうのが現在のお話ということです。この件に関しては非常にセンシティブなので、ノーコメントということにさせていただきます。さっき言ってたじゃん、センシティブなこと言ってたじゃん、チャギントンの中で。全然センシティブじゃないじゃん。トーマス見るとか言って。いやいや、こんなセンシティブな問題にコメントできるような立場にございませんので、私はずるいわ。いやいや、ただね、はい、一つだけもこれよく言うんですけど、はい、コロナがどういうウイルスかとか、うんうん、ワクチンを打つ打たないとか、うん、なんかそのね、いろいろ二分されるじゃないですか、うんうんうん、どっかがきちっとした見解をサイエンスに基づいて出してもらった上でやらないと、うん、今いろんな人がいろんなこと言いすぎてるんで、そうですね、だからね、片岡さん
のやつにこれ抗議があったりとかもありますけど、はいはい、だからでもこれでもね、片岡市長を擁護する人もいれば、うん、ね、そんなのとんでもないっていう人も多分まあいらっしゃるわけでしょ、お互いに。そうですね、よくないですよね。なんかあんまそのなんだろう、道徳の時間じゃないから、うん、ある程度サイエンスに基づいて話をすれば、うん、それなりのなんかね、賛成反対の比率がだいぶ変わるような気もするのに、ね、今なんかよう言えないですもん、これに対して、うん、まあでもやっぱ集団接種って職場とか、まあ、これから進めていこうみたいなのあるじゃないですか。でワクチン打つの自由意思って言ってるけど、結局そういう集団接種実施した瞬間に私は打たないって決めた人はまあどういう目で見られるんかなとかやっぱありますよね。私これ子供の学校でこれがあった時に、子供もし打たせんかったとしたら、その後この子どういう扱いを受けるんかなってやっぱ想像しますもんね。いやだからその差別的なものを助長するみたいなもあるし、うん、そもそも若年層が打つことそのものがどうなのっていう、うんうん、ワクチンに対して懐疑的な人もいるじゃないですか、はいはい、まあ、僕はどっちか言えばそっちなんで、うん、ね、なんか高齢者の方とかはあれかもしれないですけど、はいはい、若い子はそんなもん打たなくていいって話なんで、うんうん、僕はね、ただまあそれもね、別に僕は絶対的な知見を持って言ってるわけじゃないんで、それもまだ、うんうん、だから何ともよう言えないですけど、そうですね、まあ、ただね、この手のことによって小学生中学生の誰かがのけものにされたりとかするっていうことだけはあっちゃいけないんで、そう、まあね、だから、まあ、トーマス見ようや、そうだな、チャギントン見よう、うん、平和にトーマスチャギントン見よう、ね、あの電車の先頭にあの顔面がついたキャラクターを見ようや言い方行き生きた乗り物見ようや言い方に気をつけて、ほんと生きた乗り物をみんなでめでよう、そういうことですね、今日は。すげえよな、よく考えたらトーマス見たことあります？いや、めっちゃ見ようたよ。あ、めっちゃ見ようた。いやだからチャギントはね、今の若いキッズたちに人気なんですよ、はいはい、そうですね、世代的には僕はトーマスなんですけど、あのトーマス普通に見てましたけど、はい、よくよく見たらもうツッコミどころしかないじゃないですか顔面がついてますよ、全部トーマスやらゴードンやら、あれまあ結構怖いですよね。怖いしすごいですよね、うん、だって舞台が線路の上だけですからねよく線路の上から身動き取れんのさ、あの子ら。そうですね、だからもうずっとトークライブですよね立ちっぱなしの、言ってみたらアクションがあんまりない。ほんまじゃ、アクション一切できんもんだって。アクションがない、究極の擬人かよ、うん、電車をの、うん、そうですね、前顔面をつけて表情をつけて電車同士が喋ってたらどうだろうっていう、すごいクリエイティブな作品。確かに、よう今まで存在し続けましたね。いや本当ね、見たぎれにならず、ちょっとトーマスまだ見始めようかな、うん、やってますよ。森本レオさんってはい、もういらっしゃらない。森本レオさん、なんかトーマスの声してました？ナレーションじゃないですか、森本レオ。あ、そうなんだ。さっき何で笑ってたの？いや別に森本レオさんといえばナレーションみたいな、ナレーションといえば森本レオさんみたいな感じで森本レオが出てきたのかな。森本レオのナレーションといえばトーマスよ。あ、そうなんだごめんごめん興味ダメだな、だん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 集中力が欠いていったらなんか会話のスピードが遅くなるし、お互いの話にどうでも興味を示す、関心を持たんみたいないけんよ、ほんま。ちょっと もうちょっとこう、うん、あの気迫と集中力を持って臨まないとダメ、ね、うん、次はね、ダメダメ、はい、リベンジですね、神回を、はい、神回をね、どこかで起こしましょう。そうですね、はい、はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。岡山ボイスブロードキャスティングは YouTube、スタンド FM、ノート、ポッドキャストなどさまざまなプラットフォームでお聞きいただけますので、岡山ウィークリーニュース以外の番組もぜひチェックしてみてください。それではまた来週、パーソナリティは原田さやかとプラグマガジン編集長山本でした。皆さん素敵な1週間をお過ごしください。 This is time to finish 岡山ウィークリーニュース by 岡山ボイスブロードキャスティング。 See you next time.